皆さんこんにちは。日常的ランキングチリです。先日三大牛丼チェーンが揃う人口の少ない自治体ランキングを公開しましたが、今回はその略、三大牛丼チェーンがない人口の多い自治体ランキング、すき家、吉野家、松屋が一つもない自治体を調べ、人口が多い順にランキングにしてみました。三大牛丼チェーンが一つもない自治体数は922自治体。果たしてどのようなランキングとなるのか。それでは、スタート。第50位、北海道伊達市、32,395人。第49位、茨城県行方市、32,502人。第48位、岐阜県海津市、32,582人。第47位、鹿児島県南九州市、32,745人。第46位、高知県香南市、33,009人。第45位、愛媛県東温市、33,250人。第44位、宮城県亘理郡亘理町、33,270人。第43位、岡山県浅口市、33,382人。第42位、大分県豊後大野市、33,415人。第41位、福岡県粕屋郡新宮町、33,448人。第40位、山梨県山梨市、33,511人。第39位、埼玉県南埼玉郡宮代町、33,514人。第38位、大分県由布市、33,531人。第37位、鹿児島県曽於市、33,600人。第36位、熊本県上益城郡益城町、33,718人。第35位、長崎県五島市、35,025人。第34位、福岡県みやま市、35,481人。第33位、福岡県嘉麻市、35,532人。第32位、千葉県南房総市、35,593人。第31位、島根県雲南市、35,738人。第30位、愛媛県伊予市、35,805人。第29位、徳島県小松島市、35,894人。第28位、京都府総楽郡精華町、36,790人。第27位、福岡県粕屋郡宇美町、37,119人。第26位、石川県河北郡津幡町、37,508人。第25位、埼玉県入間郡三好町、37,738人。第24位、茨城県桜川市、39,041人。第23位、福岡県中間市、39,912人。第22位、長崎県西園木郡長与町、43,95人。第21位、神奈川県南足柄市、41,057人。第20位、鹿児島県奄美市、41,670人。第19位、千葉県富津市、47,773人。第18位、長崎県雲仙市、4万1829人。第17位、兵庫県淡路市 42,437 人。第16位、長崎県南島原市 42,556 人。第15位、北海道加東郡音更町 43,268 人。第14位、岡山県赤磐市 43,392 人。第13位、埼玉県北足立郡伊奈町 45,221 人。第12位、鹿児島県日置市 46,992 人。第11位、富山県南砺市 47,778 人。第10位、茨城県小美玉市 49,224 人。第9位、沖縄県石垣市 49,530 人。第8位、石川県能美市 49,708 人。第7位、広島県安芸郡府中町 52,891 人。第6位、新潟県村上市 55,919 人。第5位、北海道北広島市 57,351 人。第4位、和歌山県紀の川市 59,981 人。第3位、愛知県愛西市 61,618 人。第2位、滋賀県守山市 85,619 人。第1位、兵庫県芦屋市 95,378 人。以上でこの動画は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。